始めます。はい、じゃあ最後ですね、監修芸の最後でございます。まあ、この監修芸、紀伊三宝芸は、全ての人々にですね、大衆に勧められた、発願を勧められた、願いを起こすことを勧められた、そして、三宝に帰依することを我々に勧められた、ならば、ね、私と同じみんな悟りを開き、極楽往生することができますよと、こう最後締めくくられるんですけどね。最後は皆さん知ってる言葉なんですわ。願に四空独平等性一切同仏傍大師往生安楽国ね。これは漢武領事教書の、ね、三宝芸、監修芸の最後の文章を私たちはいつも、読み習ってるんですね。でも当然これではこの文章がちゃんとあって、この言葉で締めくくりますから、やっぱり前の文章は知っておいた方がいいと思います。じゃあ続きをいきますね。生願養カービー年々検証物恋願わくは、これ生はこれね、請求の性ですね。請求する、これは乞うという感じね。乞う、お願いします、請求だからね、お願いします。願はこれ願わくは、恋願わくはね、要はこれ遥かという感じね。遥かという感じ、まあ、仏様は私たち見えないんでね、遠くにおられる感じがしますから、目に見えませんから遥か、まあ、目には見えない仏様なんだけどもね、本当の仏様は家も色も形も匂いもございません。でもね、仏様の力があることを信じて、遥かに神下前、ね、私に力を加えてもらいたい、ね、備えてもらいたい、私も全力で頑張りますから、どうかね、私に増上縁と仏教に言いますけどね、増上縁を加えていただきたい、どうか私にね、その力を助け貸してくださいという、そういう願いでございます。そして、年々に諸仏を、見せしめたまえ、この年々に諸仏、これ真理ね、諸仏を見る、これ悟りを表すんでしょうね。仏教でね、剣といったら大体ね、悟りを表します。剣道と言いますね。悟りのこと剣道、道を見ると書きます。見ればってこれ現れる意味でもありますけどね、現れる、おいしくは見る、真理を見る、諸行無常という真理を見るんです。諸法無我という真理を見るんですね。だから真理を仏教では見ると表して、これ悟りを表すと思いますね。諸仏を見せしめたまえ、お釈迦様もおっしゃってますね、最後の言葉ね、我を見る者は法を見ると、法を見る者は我を見るとおっしゃったんですね。私と法は一致してるんで、お釈迦様がね、私を見たい者は法を見ればいいとおっしゃったんですね。真理を見たら私と会えるぞと、ある人が言ったんですね。お釈迦様と会えないのは寂しいですという人がいたけどね、でもね、会えなかったでもね、いつも真理と会ってたらね、お釈迦様と会ってると同じなんです。だから私を見たければね、法を見ればいいと、これが真なんで言ったらね、恋しくば南無阿弥陀仏を唱うべし、我も六時の中にこそ住めと、まあ、親鸞さんが最後ね、関東から京都に行くときにね、みんな恋しくなったんですね。もう親鸞さんと二度と会えない、寂しい寂しいと言った、恋しい恋しいと言った、そういう別れ際の言葉として歌われたのが、恋しくば南無阿弥陀仏を唱うべし、我も六時の中にこそ住めで、私は恋しかったらね、南無阿弥陀仏と唱えたらいいよと、私はね、南無阿弥陀仏の中に私は住んでいるから、心が通じ合える世界が、これがね、南無阿弥陀仏なんですね。だから仏法を聞いたら寂しくなくなるんです、ね、通じ合える世界がありますから、目には見えないけどね、仏様と通じ合える世界があるんです。真理を見たならばね、寂しくない。だから仏法をね、しっかり聞いていかれたら私はいいと思うんですよね。年々に諸仏を見せしめたまえ、これ願いでありますね、私たちのね。我らガートーグーチー神皇后来宮殿、これは私の姿を表してますね。我ら、私たちはどんな身であるかといったら、決して立派な人間じゃない、
私たちはほとんど、まあ、全てと言ってもいいけども愚痴の体であると。まずはここから始まります。まず出発点、仏教は己のお粗末な姿、これ仏教で気の人心と言いますね。気とはこれ私たちの心、私たちの姿を深く知る、ここから仏道始まるんですね。私とは何か、仏教は自覚境といって自分というものを悟る方です。この自分が分かって初めてね、本当の善ができるようになるんです。これ分かる間はね、どうしてもね、なかなか誠の善ができないんです。ただまずは仏教ではね、真実心といって、まずは正直な心になりましょう。自分の姿を認めましょう。これが認められたら次、法の人心といって、法の真実が分かってね、善のできない私が実は善ができるようになっていくんです。それはここを通らないとなかなかなれませんけどもね、まずはここから始まる。私とは何かといったら、私たちは愚痴の愚かで知恵のない心が暗い無明の私、ね、愚かな私である。ここから仏教は出発いたします。そして私はね、過去どうだったかと言いますと、ね、古い過去から今日まで皇后来ルーテンしてきたとおっしゃる。皇后とはこれはね、古い過去からでもですね、これ皇は広いという漢字に似てますけどね、古いね、皇はこれ無限の単位、古い昔からね、もう始めのない始めから我々はね、よく怒り口で、生まれては死にをずっと繰り返してまいりました。古い過去から来たる今日までずっとね、へめぐってきました。その迷いの歴史は無天でありますね、流れ転ずるね、三幕道、たまに人間に生まれたことがあってもね、地獄が鬼畜生、そして、人間天上と大きく5つありますけども、いずれも本当の幸せはなかった、武天輪廻を我々は古い過去から、またこれから未来もね、仏法を聞かなければ繰り返すことになってしまいます。そういう古い過去から迷ってきた我々が今幸せなことに、昆布シャーカー仏、今会うことができました、ね、それは釈迦仏の末法の遺釈に会うことができた、今会えた、それは仏法でありますね。釈迦仏、お釈迦様という仏様の教えに会うことが皆さん私たちはできましたよ。それはね、末法の遺釈、まあ、当時はね、末法思想といってね、あの時代が下るとね、もうお釈迦様の教えでは助からないという風潮があったんですね。あの教えと修行するものあってもね、悟る者はいなくなる。これが当時ね、唐の時代ね、禅道の、生まれた頃はそういう末法に入ってた、そういう時代だったんです。それで末法になったら、これはもう小道仏教では助からんということで、弥陀の本願しかないということで、浄土仏教が盛んになっていくんです。末法でもね、救われる教えは遺釈、これ遺跡ですけどね、残された後、まあ、遺跡に、仏法をね、遺跡に例えてるんです、ね、それは弥陀の本願こそはね、末法でも救われる、万人が救われる教えが末法の遺釈、お釈迦様が末法のものでも救われる教えは、遺跡として残されたものは弥陀の本誓願であると、阿弥陀仏の本願、これが集中的に説かれているのが浄土三部経でございます、ね、阿弥陀仏の本願、阿弥陀仏の本願は全ての人を救うと誓われた願い、これに今皆さんはお会いすることができた。この本願ならばどんな人も救われる、ね、ボンブでも救われます。それで皆の本具誓願にあったんだから、またこのね、教えを実践していけば、これはまた極楽の要門であるともおっしゃる。この幹部領事教はね、要門の教えなんですね。弥陀の本願の十九願の御心とも言えます、ね、極楽に入るにはね、まずね、この要門、ここを通らないと極楽には往生できないんです。それが浄三の教えなんです、ね、極楽の要門、
極楽の要の門、重要な門、必要な門、自力から他力に入るには必ず通らねばならない門を要門と申します。だから川村隆一郎の教えは要門の教えと、禅道大師は言い切られました。この勧行書の内容ね、川村隆一郎は要門の教え、極楽に往生するための要の門、ね、非常に重要であり必要であり、これ要と言いますからね、要門はこれ教えです。とても大事な教えが川村隆一郎であります。じゃあ川村隆一郎に何が説かれてるかと言ったらね、上禅三禅の2つの禅が説かれてます。あのもし試験があってね、観無量寿経には何が説かれてますか、はい、漢字四字で言いなさいと、もしこういう、問いがあったらね、仏教ではね、上三二禅と書いたら100点満点もらえます、ね、観無量寿経で見ると上禅が13通り説かれています。で三禅は、三観ね、大きくね、上拝中拝下拝、まあ苦悶の王女が説かれてましてね、世福回復行が説かれて、あの今までの仏教をね、もう禅を全部まとめたような感じ。あと最後に実は念仏も出てきますけどもね、あの念仏はもう最後の最後に出てきます。だから上禅と三禅と念仏が説かれている。で表面的にはね、ほとんど上禅三禅ですからね。だからなどためやっぱり念仏もあるからでしょうかね。まあ禅はいっぱいありますから。で一応仏教のオーソドックスの教えはね、やはり禅の実践なんです。やはり禅を実践しないと絶対幸せになれない、因果の通り間違いないからね。だからここでは堂々とね、お釈迦様の教えをね、禅道大師は上禅と三禅、上はこれね、心を定めてやる禅、やっぱり心を集中することが大事だ。皆さんこれできなくても、例えば聴もでもね、しっかり集中すれば一応上禅と言えますよね。心を沈めてやる、これとても大事な行いなんですね。心を穏やかにする、これ訓練も必要です。聴聞によって、これを実践するとも一応味わいます。で普段のね、聴聞できない時、普段の日常生活ではね、散り乱れたままでもいいから、自分のできる精一杯の禅をやりなさいとおっしゃって、三禅が教えられますね。散り乱れたままでもできる禅がいっぱいございますからね。世間禅ね、そして正常禅、自利の禅、大乗禅、利他の禅がね、大きく3つ説かれてね、三禅が詳しくまた観無量寿経では説かれてますなどですから、これ全部されてます。もちろん念仏の教えもあります。それをね、エコーする、差し向ける、差し向けることによって速やかに無生心が悟れると。無生心とはこれはね、あの悟りのことなんですね。正しくは無生無滅という、あるいは無生無死と言ったりね、生まれることがない、滅することがない。悟りはね、生まれたり死んだりしないんですね。生まれたり滅したりしない、これが悟りなんです。だからこれ無生、死はこれ発心ね、体、いわゆる悟りを開く、速やかに、仏の悟りを開く、開くには絶対必要な教えが要門であり、上禅三禅などの禅でございます。それを差し向けることによって悟りが開けると。まあこれが表面的な観無量寿経の教えですからね。それを親鸞聖人なんかはね、他力栄光ということで、これはね、阿弥陀仏から差し向けられるというようなところまで深く極めていかれますけどね。普通に読んだらこれは我々が実践していかねばならない実践項目であります、ね、これを実践して差し向けて速やかに、悟りを開くと、無生心を悟ると、これが仏教のオーソドックスな、王道の教えでございます。そしてこの我、この禅道、私はね、どういう教えを、よりどころにするか、この観無量寿経というのはどういう教えかといったらね、言い切られた禅道大師はね、観無量寿経はね、菩薩像であり、頓行であり、一応書いたと、こういうふうに禅道大師はね、見極められたんですね。どういうことかと言いますと、この観無量寿経という教えはですね、菩薩像、
これは誰もが救われるということなんですけどね、菩薩の教え、自利他を実践して仏になれる教え、凡夫でもね、菩薩というのは自利と利他を実践する人、そういうクラブの教えね、菩薩像、菩薩の道を励んで仏になる教えが神武流教なんです。だから一応私たちね、諦めてますけどね、仏を目指さればなりません。程遠いかもしれませんけどね、少しでも仏になりたいという気持ちで求めていくのが仏教なんです。神武流教は菩薩像ですから、仏になれる教えなんですね。それを私は、神武流教というのは菩薩像だから、これを拠り所にして私は教えてるし学んでるし、皆さんも、聞いてもらいたい。また神武流教は頓教ともおっしゃる。これは当時インド仏教ではね、あ、すみません、中国ではね、大きく仏教をね2つに分けて説いたんです。禅教と頓教というのがありますね。禅教、時間のかかる教えと早く救われる教え、お経を読んだらね、いろんな大きくね2つに分けることができるんです。これ当時のインド、あの中国の構想がね、たくさんのお経を読んでね2つに分けたんです。とはこれ早い、いわゆる早く救われる教え、これ頓教ね。前教はこれね、ようやく時間がかかる教え、ね、時間がだん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 時間がかかる、ようやくという感じですから、時間のかかる教え。大きくお経でもね2つがありますけどもね、この神武流教を伝道大師は、ね、1つ目は菩薩像と言い切られた、2つ目は頓教と言い切られた、善教じゃないと。だから凡夫でもね往生できるんだ、仏になれるとおっしゃった。頓教だからね、これは自分の力じゃないから、阿弥陀仏のお力によってなれるから頓教なんだとおっしゃるんです。これが神武流教だと。そして3つ目が一条戒だと。普通仏教では三条といってね、あのやっぱり能力に応じてね、声聞遠覚菩薩が救われる、これがまだ仏教のオーソドックスな教えだったんですね。そういう中で、いや、ね、誰もが救われるし、一条といったら一つの乗り物、弥陀の本願だからね、弥陀の本願という乗り物があるとしたならば、どんな人でも救われるから一つの乗り物であるとおっしゃって、三条に対して一条の教えが神武流教であると。また海に例えたのね、どんな人も海に入ったらね、広くて深くて一味で周期ですから、ね、海のような教え、一条戒が、弥陀の本願であり神武流教の教えであると。それに私はよって教えを説くんだと。この私よりどころは神武流教だと。神武流教、ね、によればどんな人も救われると、ね、今から説く内容は神武流教の御心を正しくね、私は明らかにいたしますとおっしゃる。で実際ね、この神武流教書はですね、まあ、禅道大師独特のところもありますけどもね、ここで禅道がすごいのはね、この環境書の最後読んでみるとね、こう書いてあるんです。このずっと読んでてね、最後の文章ね、これ法然さんも感動されたんですけどね、どうあるかと言いますと、このお経の最後にはね、こうあるんです、まあ、この環境書の最後ね、一字一句加減すべからず。この神武流教書は一字一句 ね加減すべからず、加えたり、ね、減らしたりしてはなりませんと。一つ凶暴のごとく扱いとおっしゃったんです。これ大地震なんですね。この神武流教書という教あの本はですね、仏様がね夢の中に現れて、けど教え導かれたお経だとおっしゃるんですね。実は神武流教を読んでみるとね、分からんこといっぱいあるんです。不可解なところがねいっぱいあります。普通に読んでも説明がないところがある。そこをねどう読むかといろいろと意見が分かれたんだけどね、禅道大師はねそういう時にね、この方に普段ねほとんど寝ないんですわ。いつも睡眠時間はね3時間かそんなもんで、布団で休んだことがない、ね、いつもねこの机の上で寝るんです、ね、で夢の中にねたまに仏様が現れる。もしね
説明しとってね、わからんことが出てきたらね、もうちょっと眠るんですわ。するとね、仏様が夢に現れてね、おい禅道、ここはこのように書きなさいと指示されたそうです。するとね、パッと目が覚めて、あ、そうなんかと、これがこの御心なんかと思って、この勧行書をずっとね、最後で書き上げたんです。そういうところがやっぱりありますよね。すごいというところがいっぱいあります。そういうね、体験から禅道大師はね、ね、これはわしが書いたことかもしれんけど、実はね、わしの力じゃないんだと。これは仏様が夢の中で化身として現れて、私に指示して、ここはこう書きなさいというふうにね、お示しくださったんだと。だからこの観無量寿経は、教書はね、お経とイコールだとおっしゃる。これはお経の解説書、これ仏教ではね、論とか釈と言いますけど、この勧行書はね、お経と同じように実は今扱っているんです。それは禅道がおっしゃるから。一字一句ね、お経というものはですね、加えたり減らしたらダメなんです。よほど自信があったんですね、禅道大師は。ご自身の鮮やかな体験と、そして仏様が夢の中に現れて説いてくださったおかげで、物理がよく分かりましたということで、こういうことが言えたんですね。ちなみにね、蓮如上人にも実はね、そういうところがあったんですよ。この話は残ってますよね。蓮如上人ね、ね、自分の書いたものをね、お文というんです。お文ね、ちょっとね、病気だったんですがね、あ、今ちょっとお文を読んでくれんかというふうにね、近くにいたお弟子に頼むんです。これうぬぼれですよね。自分の書いたものにね、おをつけるんです。普通こんなしません。でもね、蓮如上人はいつもね、自分の書いたものだけどもね、自分の書いたものにお文と言われたんです。なぜかと言ったらね、この蓮如さんも同じでね、自分で書いたんだけどね、仏様の知恵がね、発動してね、実は書ける場合が あるんです。皆さん実はあるんですよ。本当にね、どうしたらと悩んどったら、パッと知恵を浮かぶことがあるんです。これはどんな人にもね、真面目にね、仏像を求めていけば、そういうことは私はあると思います。実はそういうことがあると教えるんですけどね、知恵が浮かぶ、我らがよく書けたというのはあるんですよね。これ仏教を学んだことによって得られる知恵がございます。だから仏道修行者を敬うのはね、こういうこともあるからです。で、蓮如さんはこれがはっきりしていてね、素晴らしいお褒めがいっぱい残されてます、ね、私が書いたけどもね、仏様が書かしめたという御心で、生涯ご自身の書いたものをお褒めとしてね、このお褒めの力で今の浄土真宗が広がったんですよ。もし蓮如さんいなかったらね、浄土真宗ね、もうこの世にね、なかったかもしれません。今日本で一番のね、大きな教団になったのは、蓮如さんが頑張ってこのお文をね、書いて、これをね、みんな字読めないからね、人集めてね、みんなの前でこれ読むんです、ね、こういう方法でこれお香と言いますけどね、お香を各地で作ってね、これで仏教を広めて一大勢力を作ったと言われますよね。これお文がまたすごいね、仏説にかなった素晴らしい内容だからです。まあ、そのようにね、この仏教での声では結構多いんですよ。だから内容はね、味わってみると結構深いんです。だからこれもね、禅道個人の考えじゃない、仏教の知恵をですね、この表した文章とかでね、もう読めば読むほどね、味わい深い内容がいっぱいございます。で、私禅道は菩薩行により、頓教により、一乗会によってね、説くこの芸を解きました。これ三歩、まずここからね、非三歩というのはここからですよ ね。この岩礁芸、非三歩芸はね、解く、芸を解く、三歩に帰依する内容を芸で解いたのが、この観無量寿経書の最初でございます。で、この内容はね、読む心相たりのにね、仏心と相応した内容なんです。これすごい自信ですよね。この内容はね、仏様の心とぴったりくるんだとおっしゃる、ね、これ要はこれね、安堵と同じで、と、ね、仏様の心とこの三方下はね、相応じる、一致する、合致するんです。
確かに私これ合致すると思いますね。仏様の頃と相応する、これが紀伊三宝偈であります。で最後ですよね、あと棒あり、あと4つ、あと4行ね、4行ですけども、十方ゴージャー仏、ね、大宇宙の、ね、ガンジス川の砂の数の仏、お経にはね、あの特にあの阿弥陀経ではですね、皆の本が皆さんなかなか信じないからね、あのお釈迦様最後のね、あのもう遺言として、もう最後の説法でお釈迦様はね、とどめ刺されたね、保証に十方諸仏方をね総動員してね、皆の本願誠をね証明させるんですね。保証人に立てて、なかなか皆さん疑ってるからね、わしが説いても信じないからね、もうわしの友達みんな紹介する、もう全員紹介してね、皆の本願誠をね証明してもらおうと、こう説いたのが有名な、阿弥陀経のね十方諸仏が証明するところが阿弥陀経の最後にあります。大宇宙のガンジス川の砂の角の仏様が証明されているのが阿弥陀経で、ここではね諸仏方に対して六通承知がとおっしゃってね、諸仏方はきっと能力が高い六神通を体得しておられます。六神通と言いますと、弥陀論願の五願から十願までを言いますね。簡単に言いますとね、これ通はこれ通力で力を言います。通力、神通力の通ですね。これ神ですけどね、これすごいという意味で、素晴らしい力を神通力と言います。今言いますよね、グルメ通と言いますよね。グルメに得意な人はグルメ通と言います。通はこれ力を出します。宿命通、これ過去世が分かる、人も自分も過去世が分かる、ね、そういう宿ってる生命のことが分かる。天元通、どんな遠いところもね、あれ未来も見通すことができる。天理通、どんな声も聞こえる、苦しみ悩んでる人の声が聞こえる。多心通、人の心が分かる、ね、苦しんでる姿が見える、苦しんでいる、声が聞こえる、苦しんでるね心が見えるからね、こっからね、見てござる、聞いてござる、知ってござると言ってね、ね仏様はね、見てござる、聞いてござる、知ってござるでごまかせませんよと、ここからね音読さんが起きてきますね。みんな苦しんでます、ほっとけません、慈悲が起きてきてね、救ってあげたいという頃で、やはりね音読さんの気持ちで頑張るようにもなりますけどね。あと神通はこれね、まあ超能力ですね、もうたくさんございますけど、ここにまとめます。実際調べたらね120いくつあるそうですわ、神通力。ただその他もろもない、これでその他収める、全部残り全部ここエトセトラ、これいろんなね、まあ、ちょっと信じられませんけど、空を飛ぶとかなんかね、あの潜るとかなんかいろんなね浮いたりとかなんかがあってね、ちょっと本当かなと思うんだけどね、これはあのマジシャンみたいなもんなんですわ。ちょっとマジシャンでね、ちょっとあの幻覚みたいなの起こさせて仏法を聞かせるためにやるんですよね。これやってあのマジックショーでお金を儲けとかね、そんなことしたらもうこれ消えてしまいますから、やはり人々を救うためにねこういう力を昔の方はあの持ってたんですね。でもお釈迦様ね、あの禁止されたんです。これやったらね、みんな面白がって聞くけどね、目的ずれる、悟りよりもこっちの方が面白いから、だからね、あの禁止されたんですね、凡夫には。それでお釈迦様のお弟子はね、その後ね、あの見せなくなったんで、その後あんまりいなくなってしまったんですが、でも一応方法は解かれてますけどもね、なる方法は。で、5つはね、ほとんど今ないんだけどもね、今の仏法者は。でもね、6つ目だけはこれね、あの得られます、私たちも頑張ればね。最後、これ、老人通と、これ、弥陀論願の10番目、老人通。これ、煩悩がなくなることを言いますね、老人。老はこれ、煩悩が燃えれてね、尽くされる。うろうろのろで、うろうろ、うろうろするな、あのうろは煩悩です。煩悩が尽くされる。これは私たちもこれね、これは得られるもの。あとはこれ、悟ってもね、相当努力しないと得られません。で、これを一応仏様はね、体得しておられることで、優れた方々はね、六神通を駆使してね、どうか私を照らし知らせてくださいと。ね、目に見えない力があると。ね。ありますから、どうか私を照らしてね、私に仏道を打つように励みますね、すべての人を救ってあげてください、私も頑張りますからと。十方諸仏方よね、六神通を持ってね、
我を照らし知らせてもらいたいというね願いをね、持っておられます。そして今私は乗ったね根性二尊経、今この他無量寿経はね二尊経とも言われます。これはね二人の尊い方がお出ましなんですね。二尊といったらこれはお釈迦様と阿弥陀仏ですね。ね、阿弥陀仏で言ったらね、かの岸には阿弥陀仏が来いよ来いよとね、召喚呼んでられますよ。後ろからはお釈迦様がね、西に向かって行けとおっしゃる。ね、来いよ来いよという阿弥陀仏の呼び声と、西に向かって行けというね、ね、指し示す。このお二方のお導き、念力によって阿弥陀仏を進んでいって、極楽浄土まで往生できるというのが、この観無量寿経の教えにあるんですね。阿弥陀仏の例えを、禅堂は作られて、ね、教えておられます。二尊経に今私は乗りました。ね、でこれをね、広く開きます。浄土の教え。ね、当時、聖道仏教全盛期の頃に、聖道仏教では当時ね、凡夫はもうダメやと思われとったんですね。ましては重悪を犯したもの、五逆罪のものはもう助からんということで、ほとんどはもうね見捨てられとった。そんな中、いや、たとえ悪人でもね、しっかり仏法を聞いていけば悪を滅することもできるし救われるということで、浄土仏教を広く開かれた。これが禅道大師の素晴らしいところ。観無量寿経書を書いて、全ての人が救われる教えを広く開かれた。こんな素晴らしい教えはない。でここだけでも相当苦毒が溜まってるんですよね。で最後はね、仏教ではね、知ってもらいたいのはね、仏教では必ずね、解いた後ね、今度はこれをね、みんなにあげるんです。みんなにね、エコーする。これが仏教の、まあ、常識みたいなもの。仏教の本を読んだら必ずね、まずね、この詳しい説明した後ね、この素晴らしい苦毒をね、ね、これをね、みんなにね、与えようとするのが仏教なんですね。ということは、功徳はね、与えられるんです。また与えていくのが皆さんのためにもなる。仏教は功徳といったらね、お風呂みたいなもんでね、お湯を前にやったらね、返ってくるんです。だからね、あげたらね、もっと返ってくる。これが仏教なんですね。自利と利他は一つなんです。で必ずね、仏教の身はね、こういうね、文章が必ず出てまいります。次ね、願に四功徳、願わくはこの功徳をもって平等に一切に施し、菩提心、同じく菩提心を起こして安楽国に往生せんと、こう読みます。意味はですね、ね、願わくはね、こういう願わくはね、まあ、この幸せの身になった悟りを開いた禅道にとっては、まだ仏法を幸された幸せにとってはですね、独り占めにはできない、皆さんと共に分かち合いたい。これが大乗仏教でございます。大きな乗り物ね、みんなと一緒に幸せになりたいんです。だから願わくばとおっしゃるんです。皆さんと共にね、願わくばこの功徳を持って、これ仏法という素晴らしい功徳がありますね。これ善ですけど、この仏法の功徳、これをね、皆さんと共に分かち合いとございます。平等に差別はしませんね。平等にね、こいつは憎たらしいからお前は除外だとかね、そんないやらしい、そんな根性ありません。もう差別だ、仏様はね、どんな人も差別されませんね。平等に全ての人に施そうとする。実際受け取る方はわずかかもしれませんけどもね、まあ、これは仕方ございません。心としてはね、平等あまねく全ての人に幸せになってもらいたい、平等に一切の人々に施したい、一切の人に施したいんですね。差別なくね、平等に一切に施し、でも受け取るか取らんかは相手次第ですけど、こちらとしては誰でも、ね、どんな方でも受け取ってほしいんです、ね、幸せになってもらいたい、ね、この共に幸せを分かち合いたい。そして同じく菩提心を起こし、ね、やはりね、禅道と同じ、親鸞と同じ、私と同じ菩提心をあなたも起こしてもらいたい。これ最初のところと同じですよね。同族自習と
覚発無常心生じ人難念仏法無難言とあるね、最初の部分がそうでございました。同族自習生きとし生きるものよ、ね、覚発おのおのがそれぞれが無常心を起こせ、無常菩提心といったらこの上ない菩提心ね、生きとし生けるものが幸せでありますように、ね、私も仏になれとございます、仏になって全ての人を救いとございますというね、素晴らしい心をね、起こしてもらいたい。まずは自分でね、起こしていくから起こしてもすぐ消えますけど、無常心を起こせどもなかなか生じはね、厭うことは難しいし、仏法を願うことはなかなか難しい、これが現実だけども、何回も何回も起こしていったらやがてね、この他力の菩提心ね、仏様の方からね、与えてくださるということで、これは他力の菩提心を言います。ただこの言葉から見たら両方とりますけどもね、この菩提心をね、初めて2つに分けたのは親鸞が初めてです。この地球上ね、歴史上仏教の歴史では親鸞が初めて菩提心にね、王朝の菩提心、いわゆる他力の菩提心と儒教自力の菩提心、2つに分けて説いたのが、親鸞上人でありました。教行信証にあります。だから両方これ取れるんですけどね、真は他力の菩提心です。だ表面的には自力で取ってもいいのかもしれませんけどね、自力というか私たちが頑張って起こしていくね、そういう人もあるかもしれません、ね、でもなかった、とにかくね、自分でね、心からやろうという気持ちが大事、要門だからね、ね、とにかく心から善に励んでいくね、上善三善を励んでいく、心から仏になりたいと思って励んでいく、菩提心を起こしていく、そういう人に安楽国、安らぎの楽しい国、極楽浄土に往生することができますよと、こうね、おっしゃるんですね。これ全ての人に願われた、これとても大事な言葉だからね、もうここは吹っ飛ばしてるけど、ここだけはね、浄土真宗では、まあ、浄土宗でもね、ここを大体読む場所でございますね、うん、ね、うん、これがまた大事だからですよね。じゃあ最後もう終わりですけども、安楽国、これはね、皆さんが望んでいる世界、極楽浄土をね、安楽と言いますけど、これ実はね、皆さんの幸福をね、実は表した言葉、仏教では幸福のことをね、心人安楽という言葉で表すんですね。心人安楽、この言葉が、これは本願薬師経にあるんですけどね、仏教で実はね、安心という言葉ね、これ日本語になってますね、安心ね、あと次楽ちんという言葉がありますね、これも実はここから生まれたんです。これ2つもね、皆さんの幸福を表した言葉なんです。まず1つ目ね、安心、これ人と濁るんですね。もともと日本語ではね、安心じゃなくて安心だったんです、ね、これがもともとね、禅道がね、安心欠如とおっしゃったんです。安心欠如ね、濁ってたんですね。これが幸せ、幸せとは安らかな頃ですよね。だから安という字はね、女がお母さんが家にいるから安心できますよね、子供はね、家帰ったらね、お父さんがいてくれませんわ、いつもお母さんですよね、それは家にお母さんがいたら安心できるからですね、安らかな心、これが安心ですよね、これ心ですよ。次、体は楽ちんなんです。これ実はこれ楽ちんだったのがね、ちんに変わってしまったそうです、ね、楽ちん、楽ちん、ね、安心が安心になってね、楽人がね、楽ちんになってしまったんです。だからソファー乗ったらね、マッサージしまったら楽ちん、楽ちんですよね。元の語源はなんとこれなんですわ、体が楽になることが楽ちんなんです。一応私たちの幸せ言ったらね、体はやっぱ楽ちんね、で心は安心、まあ、これが幸せでございますから、それで極楽浄土は安楽国なんですね。心人安楽、これが仏教でいう幸せの定義ですから、ね、幸せな国に生まれる、死んだ後じゃありません、生きている今が大事ですけど ね、究極の幸せをはっきりね、最後もしっかり解いてね、生きとし生けるものはこの仏法によって幸せになれるからね、ぜひ皆さんもね、三方に帰依しましょう。すべての大衆に勧めたのが観衆芸、
ね、先ずね、お尻を解いた、下で解いたのは三方に帰依する、結局この内容なんですわ。三方に帰依することの大切さを述べて、ここから具体的にね、このあと次に幹部の事項の深い御心を原義文といって、深い御心を解いて、でこのあと畜語的にね、幹部の事項を順番に詳しくね、解いていかれます。その一番最初がこの有名な帰依三方下で、ね、だから蓮如上人のね、亡くなる時に蓮如上人ね、葬式やり方を一応優遇したそうですね。これから細かく、私が亡くなった後ね、こういう儀式でやったらいいということで、細かく蓮如上人は確かね、おっしゃったらしいんですが、それが今ね、東西本願寺でね、葬式の今ね、式次第というかね、いうのが今できてるそうです。だから一応これね、多分蓮如上人だと思うんですけどね、葬儀の時にこれ読まれるんですわ。これを読んでね、でも読んでもこれ意味知らないとダメなんでね、だからやっぱりこういう意味を知って聞く方がいいと思うんで、今日はね、せっかくのご縁ですから、もう難しい話して申し訳ありませんけど、無理やりです全部話してしまったんでね、ちょっと大変だったですけどね、まだこれ何回もまた聞いてもらったら、一応ビデオにしておりますのでね、また聞いてもらったらいいかなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。